皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。マイバック。今回の動画はたまに飛び出す純度 100% の雑談動画でございます。私滝沢克成が近頃考えていること、思っていること、気づいたこと、そういったことをまあちらほらとお話をさせていただきますので、皆様の方で少しでもね、ああなるほどとか、ああそういうことかみたいな、なんかそういうきっかけというか気づきとかがあればいいなって思うのと同時に、まあいろいろつらつら話をしていく中で、僕も頭の中のこの考えてることが整理できればいいなと思って、まあ動画で喋ってみようかなと思った次第でございます。よければ最後までご一席お付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。テーマとしては、魅力的な人になるためには。魅力的な人、魅力的な人、魅力的な人になりたいですね。魅力的な人になりたくないですか？なりたいなって思うんですよね、僕もね。まあギタリストとしてもそうですし、インフルエンサーっていうんですかね、そういうのもそうですし、まあカフェの経営者としても、お店のスタッフとしても、プロダクションのトップに立つ人間としても、はたまたね、もうお父さんとしても、家族としても、まあ、一人の人間としてね、 もっともっと魅力的な人になりたいなと思って、まあ、常日頃思っているわけなんですけれども、まあ、この辺気をつけるといいんじゃないかな、この辺ちゃんとするといいんじゃないかなっていうことがね、ある、たくさんあるんだけれども、まあ、今回の動画ではですね、3つの Tips に分けてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。1つ目の Tips は、誰かの何かを満たす人という話。2つ目の Tips は、臭い芸という話。この場合の芸は、芸能とか芸事の芸です。臭い芸で、3つ目は、伝える技術、伝える努力という話です。よければですね、皆様ご自身の心の中に、皆様ご自身が、あの人魅力的だな、この人魅力的だなって感じる人、思う人を思い浮かべながら聞いていただくと面白いかなと思います。その対象は誰でもいいと思います。テレビで見るような芸能人とかタレントさんとかアイドルとかでもいいと思いますし、まあ、YouTuber とか、まあわよくはその対象が僕だったらすごく嬉しいなと思うんですけども、まあ、YouTuber とかでもいいですし、もっとこうね、あのオフラインのさで、なんかこの家族とか親戚とか友達とか恋人とか、なんか上司とか、そういった感じでも全然構いません。とにかくまあ自分の中でね、その接してきた中で、あの人魅力的だなって思う人をなんかこう考えてちょっと聞いてみていただけたら幸いでございます。1つ目の Tips、 誰かの何かを満たす人。まあ、とどつまりは、その魅力的に感じる人イコール誰かの何かを満たしてる人っていうことなんじゃないかなという前提の話なんですけども、まあ、魅力的に感じる人っていうとちょっとざっくりすぎるので、もうちょっとこう要素を分けて考えてみたいんですけども、まず一番分かりやすい要素としては、まあ見た目っすよね。あの人顔がかっこいいとか、顔がかわいいとか、なんかこの爽やかとかイケメンとか、なんかそのめちゃめちゃこう美人とか、そういったね、要素でこうね、かわいい、ルックスがいいとかさ。でもっとね、こうね、服装がかっこいいとか、ファッションセンスがいいとか、なんかこのアイテムのね、あの所持しているアイテムのね、そのセンスがいいとか、なんかこのカラーバランスがすごくいいとか、なんかそういったこう見た目ってのありますよね。それはやっぱすごいこの分かりやすく、魅力的に映るポイントなのかなと思います。外見、見た目。でもそれとまた別の要素、別のカテゴリーとして、スキルっていうのもあると思います。例えばそのスポーツ選手とか、そうですよね。そのスポーツ選手、サッカーの技術がすごいとか、テニスの技術がすごいとか、音楽もそうかもしれませんよね。ギターがとっても上手とか、歌がとっても上手とか、まあ、いい曲を書くとかさ、いいパフォーマンスをするとか、まあ、そんな感じでこうスキルによって、ああこの人かっこいいな、この人素敵だなって魅力的に感じる。でまた別のカテゴリーとしては、まあ、ステータスとかもありますよね。例えばその実業家の人で、すごいたくさんの、ね、事業を多店舗展開をしていて、もう事業への成功例はたくさん持っていて、とてもお金を持っていて、もうそういう講演とかでね、すごい大人気でみたいな、まあ、そういう、こう、ね、実業家みたいな、そういうステータスもまたあるのかなと思います。はたまた例えばその、ね、あのパイロットとか、なんかこのお医者さんとか、国家公務員とか、その資格を持ってるからすごい、こういう職業だからすごいって、そのステータス的なこともあると思います。けどもっと身近なところで、あの人と一緒にいると安心するとか、あの人と話をしてるとリラックスできるとか、あの人と喋ってるとそういう悩みがね、だんだん解決してきるんだとか、あの人と一緒に喋ってるとね、すごいモチベーション湧くんだよねとか、そういったこうね、なんか一緒にいてこの安心するなんていうカテゴリーもあったりすると思います。でまあ、他にももっといろいろね、あの細分化していけばもっともっといっぱいあるんだけども、まあ、それらの、ね、内容をそのざっくりガッとまとめると、それらの魅力的な人っていうのは誰かを何かを満たす人であるということなんです。で僕らはやっぱ人間はね、その十人十色という言葉の通り、やっぱりいろんな性格、いろんな好みがあります。
どんだけ自分の人生に満足してて、どんだけ自分に満足して、どんなに自分に納得していたとしても、やっぱりその心の隙間というかね、そのぽっかり穴とか傷とかあったりとかするわけなんですよ。でその傷の場所とか傷の大きさとか傷の形というのはやっぱすごいそれぞれなので、外見ルックス、あの人かっこいいよな、あの人素敵だよなで満たされる人もいれば、すごいいい演奏いい音楽で満たされる人もいる。でそれがもっとね、この身近なところで一緒にこの話をすることで、この満たされる人もいたりとかするし、その傷の場所とか大きさとか形とかが違うことによって要素はいろいろ違うんだけども、結局のところその魅力的な人っていうのは誰かの何かを満たしてるから、やっぱりこの魅了されるっていう形になると思うんですよね。それの逆でいくとすると、誰かの何かを奪ってる人とか超最悪じゃないですかなんか一緒にいて疲れるとかさ、なんか一緒にいてもお金使うだけでね大変だみたいな感じで、やっぱそういうこの一緒にいて何かを奪われるっていう人はね、誰もやっぱりその敬遠してしまうし、離れてしまうし、嫌われちゃったりとかする時もあると思うんだけども、それとは真逆で誰かの何かを満たし続けてる人っていうのはやっぱりこう魅力的に見えるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。まあ、これに関しては特に異論はないというか皆さんも納得していただけるところなのかなと思います。これがまあその大前提の誰かを何かを満たす人という話です。二つ目、臭い芸という話。臭い芸、熱いですね。お茶を飲みます。うん、冷え冷えのウーロン茶美味しい。臭い芸、最近僕はですね、落語に超ハマってんすよ。落語、皆さん聞きますか？落語って聞いてみるとね、面白いんですよね。なんか落語ってもっと小難しくて、すごいこの理解するのに勉強が必要とか教養が必要とか、なんかそんな風に思ってたんですけども、まあ、確かに単語単語で ある程度前提知識がないと厳しいところもあったりとかするんだけども、でもそんなにめちゃくちゃね、その敷居が高いものでもなくて結構面白いんですよ。まあ、去年の7月8月ぐらいに、ヒルナンデスっていうテレビ番組を通して、うっちゃんなんちゃんの南原さんと仲良くさせていただく機会が、結構増えまして、で南原さんがね、そういう日本の伝統芸能とかお好きな方なんですよ。まあ、能とか落語とかなんですけれども、でその南原さんの影響で僕も落語を聞き始めて、で本当今年に入ってから特にもうずっと落語を聞きまくってて、寝るときは必ず落語を聞いて寝るぐらいにもうすっごいハマってるんですよ。で昨日も自宅で作業しながらの新潮さんって人がいるんですけども、新潮さんがここずっと聞きながらの作業をするぐらいにもう落語にはまっておりまして、これは本当めちゃめちゃ面白いもんでございますわ。でその落語の大御所の中で柳家小三治さんって方がいらっしゃって、これは本当落語界ではね超大御所中の大御所なんだけども、正直は落語を聞かなかったら知らないと思います。僕も知らなかったんで、しょうがないしょうがないです。でも落語の中で本当に超大御所です、超大御所です。でその大御所中の大御所が、インタビューの中でこんなことをおっしゃってたんですよ。小三治さんこんなことをおっしゃってたんです。落語ってのはお客さんを笑かそうとして笑かすもんじゃないと。お客さんはつい笑っちまうもんなんだ。お客さんの方を向いてお客さんを笑かそうとして話すのは話し家じゃない、それはね臭い芸って言うんだ。本当の落語ってのはお客さんのことを、壁を作るわけじゃないけど、お客さんとはまた別にして自分の中に世界観を作って、その話し家の中に世界観を作って自分の物語を完全に演じ切ること でそれを見たお客さんがつい笑っちまうもの、これが話し家の仕事だっていうことをおっしゃってたんですよ。これね、あーってなんかすごい思ったんですよね。あーってピンときました。ピンときますちょっと落語って言われてもピンとこないと思うんで、もう少しこの身近なところにしましょう。お笑いって結構見る機会ありますよね。テレビとかなんかこう SNS とかで結構その漫才とかネタとかコントとか見るじゃないですか。で正直なところ、面白い芸人さんとつまんない芸人さんって言いますよね。でそれ何かなって考えると、面白い芸人さんってつい笑っちゃうんですよね。つい笑っちゃうけど、面白くない芸人さんって笑かそうと必死なんですよね。もうこれを言ったらお客さん笑うんじゃないかな、これを言ってお客さん笑わしたいな、お客さんどうしたら笑ってくれるのかなみたいな感じで、ずっとこうお客さんのことをバーッと見続けてしまうから、臭い芸になってしまうっていうところを大いにしてあると思うんですよ。でそのつまらない芸人さんと言ったらちょっと失礼かもわかんないんだけども、そのあんまり面白くない芸人さんがこう醸し出してくる、そのね、お前ちょっと笑ってくんねえかな、お客さんちょっと笑ってくんねえかなってオーラを察知しちゃうと、もうお客さんはそこでこうね、さっとドン引きしちゃうというか、
面白い芸人さんがこう、ね、自分たちのこの芸をこのわーっと演じてるじゃないですか。でそれを見てお客さんはつい笑ってしまう。これはやっぱすごい素敵な形であって、でこれ要するにその芸人さんからその楽しい気持ちとか幸せな気持ちとか面白い気持ちをもらってるわけなんですよね。だからこう魅了されるというか見入ってしまってつい笑ってしまうっていうことになると思うんだけども、面白くない芸人さんっていうのはそのね、笑ってくれ笑ってほしいみたいなオーラがガーッと出てくるから、それを察知した途端になんか笑うっていうその気持ちを奪われるんじゃないかなって察知した瞬間にささってなんか引いちゃうんじゃないかなって思ったんですよ。まあ危機察知能力って言ったらちょっとあの大げさかもしれないんだけども、なんかこれはちょっと関わっちゃいけないもんじゃないかなみたいな感じで必要以上に距離を置いてしまうみたいなパターンってすごいあると思うんです。でこれ今落語とかお笑いとかにした話をしましたけども、結構ね音楽も通ずるところがあって、例えば皆さんその YouTube でさギタリストの演奏とかよく見たりすると思うんですよ。でなんていうのかな、まあ直球で言うと、直球で言うとすっごいギター上手いんだけども響かない演奏ってあるじゃないですか。けどそんなに技術はね、すごくなくてちょっと拙いところもあるんだけども、なんかすごい響く演奏ってありますよね。で別にそのなんだろうな、めちゃめちゃその技術をひけらかしてほら俺上手だろうと、ほらビビれよお前ら尊敬しろよみたいな感じのバーっていう演奏が悪い演奏っていうわけじゃないんだけども、でもまあ芸事としてはやっぱその臭い演奏なんじゃないかなって思うわけなんですよね。で別にその臭い演奏のことは別に悪いって言ってるわけじゃなく、それが成り立ってるのはそれで別にそれはそれでいいんですけども、自己完結すれば別にいいんですけども、でも本当にちゃんとね人を魅了したかったり人をねなんだろうな、その引きつけたければやっぱこう臭いことはしちゃいけないんですよね。でもそうじゃなくてこの拙い演奏とかでもそのピュアにこの演奏している姿にやっぱこう人っていうのはつい見入ってしまったりとか、つい魅了されてしまったりとか、聞き入ってしまったりとか、そしてつい感動してしまうっていうことが、あると思うんですよ。けどなんかね、おらおらすげえだろ、俺のことすげえだろ、褒めろみたいな、尊敬しろみたいな感じのこの何かを感じるとみんなバッてこうなってしまうっていうことがあると思うんです。で今音楽の話もしましたけども、これもっともう本当に身近な、めちゃくちゃ身近なところでもあったとしてあると思うんですよ。例えばその皆様が18歳のすごい可愛い女の子だったとしましょう。この18歳のすごい可愛い女の子がいましたと、もうピチピチです、すごい可愛いんです。でその18歳の可愛い女の子がいるとやっぱりその男の子たちがこうわーっと寄ってくるわけなんですよ。まあある男の子はなんかプレゼントを買ってきました、ある男の子はお菓子を買ってきました、ある男の子はディズニーランドのそのペアチケットを買ってきました、ある男の子はなんかこうなんか深夜まで電話相談に乗ります、でなんかある男の子はなんか飲みに一緒にこう回ったりとかして、あ飲んじゃダメか、18歳だから、まあでも別に飲みに私もソフトドリンクで行くんですけども、まあいろいろこうねご馳走してくれる人のプレゼントくれる人がチヤホヤしてくれる人がわーっといるわけなんですよ。でわーっといてもね、この女の子はね周りの男の子たちに対してあんまりこう響かなかったりとかするんですよね。なんでかっていうと、それはもう臭い芸をしてしまってるからっていうことも多々あると思うんですよ。でこの女の子と本当に仲良くなりたかったならば、この女の子のことをしっかり見なければいけないんだけど、それがそもそもできてない人がすごく多くて、この女の子も困っちゃうっていう話なんです。でこれが臭い芸じゃなくてちゃんとしてる人はどういうアプローチをするかっていうと、この女の子がどういう性格で、どういう口癖があって、どういう好き嫌いがあって、どういう悩みを持っていて、どういうルーティンで生活をしていて、どういう音楽が好きで、どういうんたらかんたらみたいな感じ感じのことをすごい見てるから、あじゃあこの子になんかこうしてあげられることって、なんか俺がしてあげられることってこれじゃねえかなみたいな感じで、でこのポンとねこの子が欲しいことをちゃんとね提示してあげられるんですよ。でその欲しいものって別にプレゼントとかじゃないんですよ。本当にちょっとしたこの一言とか、ちょっとしたこのアドバイスとか、ちょっとした気遣いだったりとかするんですけども、そういったところのこのパンと投げられた時点で、この女の子にとってこの人から満たされたって気持ちになって仲良くなることができるんだけども、これの気持ちを全くこうね見据えないままでこうねいかにこのバーンとアプローチをしていても、なかなかこの響かないわけなんでございます。皆さんも少なからずあると思います。その好きな異性に対してなんかこういろいろとこのアプローチをしてもなかなかね、なんか伝わらなかったとか響かなかったとか振り向いてもらえなかったっていうのは多々あると思うんですけども、結構そういうことをしてしまったんじゃないかなと思うんですよ。この人がどういう性格で、どういう好みを持っていて、どういうことをしてほしいか、どういうことを言ってほしいか、それはめちゃくちゃ考えればいい話なんだけども、ついつい自分の価値観でこうすればいいんじゃないかな、こうすれば喜んでもらえるんじゃないかな、今までこういうふうにやったらうまくいったから、こういうふうにやればなんとかなんじゃねえかなみたいな感じの、自分の価値観とか自分の考え方とかをその一方的に押し付けてしまって臭い芸になっちゃってたっていうパターン、往々にしてあるような気がするんですよね。ちょっとなんか思い浮かべると、あーってなる時ありませんか。ちょっとなんか今この話をしながら少し思い出したことがあるんですけども、
10年前ぐらい、ちょっと私がまだあの国際色豊かな交友関係をしている時、10年前ぐらいに海に遊びに行ったんですよ、みんなで8人ぐらいで。でその8人の中の僕ともう一人が日本人で、他は外国人っていうシチュエーションだったんですけども、でアメリカ人とかイギリス人とかワーッといる中で、ドバイ人の人が一人いて、そのドバイ人の人がすごく面白くて、男性の方なんですけども、まあ、小柄でちょっとひょうひょうとした感じで、ちょっとドバイ人だから顔は少し濃いんですけれども、まあ悪く言うとお調子者で、よく言うとすごいこの人柄良いというか、懐きやすいというか、すごいこの話しやすくて接しやすくて爽やかって感じなんですけど、そのドバイ人がですね、すごいええキャラしておりまして、もう熱い、すごい熱い夢を語っておりました。そのドバイ人の方が、僕の夢はっつって僕の夢は100国籍以上の女性と関係を持つことだって言ってたんですよ、そのドバイ人の人が僕の夢は100国籍以上の女性と肉体的な関係を持つことだって、もう爽やかに公言していたんです。すげえなってなりますよね。その時多分あの方は26歳ぐらいだったんですけども、まあ、多分もう今余裕で100国籍クリアしてると思うんですが、もうすごいなって思っててね。でもその人ね、見ててね、単純にねモテるなって思いました。普通に、あ、この人モテるわっつって。なんでかっていうと、その人ねすごいね、空気を吐くが吸うかのように、もうね自然とね、もうね常日頃ね人のことを褒めるんですよ。それがその女性であると男性であると、どんな人間であると、なんか常日頃その人を見て、なんかねちょっとした一言ね、ちょっとした気遣いをねパンってこうもうすぐに投げるんです。人間さ、誰でもさ、男の子でも女の子でもさ、その自分が見てほしいところとかさ、なんか触ってほしいとか、話題にしてほしいところ、なんか気遣ってほしいところってやっぱあるわけじゃないですか。褒めてほしいところとか、でそれともっと対照的にさ、そのコンプレックスなところとか、ちょっとこう、こういうふうにフォローしてほしいところとかもあったりするわけじゃないですか。そのドバイ人の男性はですね、そういったものを瞬時に見抜いて、もうその髪型とか、そのメイクとか、もう服装とかも当たり前ですよ。もうそういうんじゃなくて、もうその仕草とかさ、言動とか言葉遣いとか、もうそういうの、あ、そういうのいいよねみたいな感じで、ね、すぐこうね投げかけるんですよ。そのファッションセンスとか、その考え方とか、仕事のうんたらかんたに対するそのアプローチの仕方とか、もう話をしていくので、あなたのそういうところすごくいいと思うよ、僕好きだなみたいな感じで、すっごいこうね、もうプラスな言葉しか吐かないぐらいの勢いでバーっていくんですよね。だから本当にこの人がね、その何を考えているのかを多分ね瞬時で見に行くんでしょうね。もう多分あそこまで行くと本当にめちゃくちゃ純粋なんだと思います。なんかそのデータとか今までの経験からとか統計とか、そんなこと全く考えずに、ピュアにこの人のことをちゃんとパーンって見るから、なんかこう瞬時になんかこう投げかけられるんでしょうね。あれはナチュラルに、まあそれまでの経験もあるとは思うんですけど、なんかね、ある意味天性のものだと思いました。で僕もね、そういう言葉を、まあ、いくつか投げかけてもらったっていうか、なんていうか、まあ喋っていく中でいろいろとね言葉をもらったわけなんですけども、まあ、会話してるわけですから、まあ、話したわけなんですけども、やっぱその中でも、ね、そのちょいちょい出てくるその褒め言葉みたいなのがですね、結構その、ね、男の子でも嬉しいところに、ね、ついてくるんですよね。なんか話をしててね、うわこの人はモテるわって、なんかねめちゃくちゃに思いました。そっか、この人の逆を行くとモテない男性というようになるんだな。でもなんかそのこの人の逆を行く男性、日本人って結構いっぱいいるような気がするぞと思って、なんかすごいこのいいなんか、ね、教師として、反面教師の反面だからもう教師ですよね、いい教師と巡り合ったなみたいなことを当時はすごく思ったわけなんですけども、まあ話を戻して、まあ、こんな感じでその臭い芸をしてしまっているパターンというのはですね、今その芸能とかお笑いとか音楽とか、そういう、ね、男女関係とか話をしましたけども、結構その職場のなんだろうな、その先輩後輩との その駆け引きの中とかもそうだし、なんか取引先との その交渉とかもそうだし、結構その家族間 その、ね、ちょっとしたこのコミュニケーションとかさ、そういった中でも結構いろいろあると思うんですよ。その臭いことをしてしまって、その相手のことをあんまりこう見てなくて、なんかちょっとこの本質を見失ってしまうようなことっていうのが、なんかそれにこうバッとその小三治さんの話を聞いてパーってこう思い浮かべて、僕もやっぱその今までのライブをしてきた中で、なんだろうな、まあこのうまくいったライブと、まあ、平たく言ってそのうまくいかなかったライブっていうのがやっぱあるわけなんですよ。でうまくいったライブっていうのはやっぱりなんだろうな、その僕自身もやっぱすごいこの夢中になって、その僕自身もちょっとこの感極まったりとかして、すごい僕自身もこの、ね、なんか自分の演奏にこうちょっと越にいるというか、ちょっとこう聞き入っちゃったりとかして、でやっぱそういう時の方がさ、お客さんもねやっぱその聞き入ってくれるのか、なんかすごいこのなんかいい演奏だったな、いいライブだったなっていう風になったりとかすると思うんだしたんですけれども、でも逆にうまくいかなかったライブの時って、
やっぱりその空回りしちゃうというか、というか狙いにいってるっていうか、やっぱその臭い芸、臭い音楽をやってしまってたんじゃないかななんて思うんですよね。やってたんだろうなっていうのがすごくなんか実感として感じるところなんですよ。でその小三治さんのインタビューの続きとしてこんなこともおっしゃっておりまして、お客さんの方を向いてお客さんを笑かそうと思って落語をすれば、まあその笑かすことは簡単なんだと。でそのね、どかんどかん笑ってくれればその場はねすごいこの楽しげになるし、なんかお客さんもね満足してくれるし楽しい場になるし、それはそれでもちろんありなんだけども、ありなんだけどもそっちにこの甘えてしまう気持ちもね、やっぱ僕はね正直あると。でもそこを、ね、甘えないように一生懸命そのこう自分の方にこの心を向かせてるんだみたいなことをおっしゃってて、なんかそれもねすげえわかるなって思うんですよね。それもすごいわかります。僕もそのライブの時ってそのなんか生地ね、なんかこの動画なんか生地ね、その指がこの早く動いたりとかさ、なんかこの迫力ある演奏とかできたりとかするからさ、まあなんか勢いとねノリとこのねワーンっていうこの迫力とかね、それらに任せてさ、このドカーンってやると、まあやっぱねその破壊力がすごいからさ、結構そのおおって驚いてくれたりとかさ、なんか楽しんでくれる人がやっぱりいらっしゃるんですよ。でそういうのにこのやっぱ甘えてしまう時もやっぱあって、だこの間これバーってやったらすごいドカーンってわーってなったから、じゃあ今回もこれやっとけみたいな感じでやると、なんか臭くなっちゃって、なんかさっきもつまんない芸人さんじゃないけど、なんかねほらこれどうよみたいな感じの、なんかそのなんかオラオラ精神っていうんですかね、その自己顕示欲じゃないけども、なんかその自己主張がやっぱすごい激しくなっちゃうんでしょうね。でそれでお客さんがねちょっと若干ドン引いちゃって、なんかあれみたいな感じになっちゃって、余計空回りしちゃうっていう、そんなつまんないライブというか失敗したライブとかもたくさんあったわけなんですよね。だそれを考えていくとすると、消去法ってわけじゃないんですが、まあこれからその臭い芸をできるだけしないようにするって考えていけば、またちょっとずつ魅力的な方向に行けるんじゃないかななんて思ったところなんでございますよ。臭い芸、ちょっとなんかあーって思うとこありますよね。そんな話でございます。2つ目臭い芸でした。この動画長えな。3つ目いきます。伝える技術、伝える努力という話です。ちょっとね一つエピソードをお話しさせていただきたいんですけども、僕の友達のとある女性のシンガーソングライターさんがいまして、その方がですね、まあえらい歌が上手なんですよ。もうすんごいピッチが正確で、もうなんだろうな、寸分たがわぬピッチの精度でもうめちゃくちゃこうメロディーをね紡いでいくんですよ。でもそういったこの歌唱力がもう半端なくてもびっくりして、歌うまーと思ってさ、でそのライブが終わった後に、まあ、その方にですね、まあ、僕はこう言ったわけなんですよ。いやライブ見てましたけど、マジ次歌が半端ないうめえですね、なんかピッチが良すぎて、なんかピッチのなんかこうピッチ修正のなんかツールでも使ってんのかと思いましたみたい なんかそのピッチの補正ツールみたいな使ってんのかと思いましたみたいなことを言ったんですけども、そしたらおみっちゃんがすぐ言ってくれて、歌い手のおみっちゃんがね、タッキーさん、さっきそのなんかピッチ修正してんのかって思いましたぐらい言ってましたけど、あれあんまり言わない方がいいかもしれないですよなんて言ってくれて、そのピッチ補正してるかと思いましたっていうのは、僕がなんかこうそんだけ正確だったですよっていう風なこの褒め言葉として言ったんだけれども、おみっちゃんからすると多分それは褒め言葉じゃなくて、そのすごい歌が均一で機械的で面白みがないっていう風に取られたりするパターンもあるから、やめといた方がいいですよっていう意味で多分言ってくれたと思うんですけども、それを聞いてね、はっって思ったんですよね。そっか、そういう考え方もあるような、確かに確かにと思って、だからその辺のこの伝える工夫ってわけじゃないけども、その伝える言葉選びというか、うん、そういったこともですね、そのちゃんと考えなきゃダメだなって思ったわけなんですよね。逆のパターンとして、その僕がとある友達にこのある日そのチャーハンを作ってあげたんですよ。わーっつって、でチャーハンできてよ、ほら食べねえっつってこうチャーハン食べさせたら、その友達はですね、パパパパパパまあすごい餃子の王将みたいって言ったんですよ。餃子の王将みたいっつって、餃子の王将みたいっつって、餃子の王将ってっつって、これ自分でご飯を作る人間かご飯を作らない人間かで多分ね、結構意見が分かれるところかと思います。皆様どうでしょうか。ご飯を作る人間からすると、ああそういうやついるっていう風になったと思います。でもご飯を作らない方からすると何のこっちゃってなったと思うんですけども、ご飯を作って餃子の王将みたいって言われるのあんまりね褒め言葉じゃないんですよね。そしたら俺餃子の王将行けよっていう風に話してっちゃうから。でもその友達としては餃子の王将のチャーハンすごく好きで、餃子の王将をよく食べに行って、でその餃子の王将くらいに美味しい、餃子の王将と引きを取らないぐらいに美味しいっていう意味で行ったんだけれども、それはご飯を作る人間からするとあんまり褒め言葉じゃないっていうね。
でもその友達がもうそのね、その褒め言葉として言うんだけれども、これなんかすごいのがいつも俺なんか餃子の王将食べるんだけどさ、餃子の王将チャーハン好きでさ、なんかいいんだけどさ、でもこのチャーハンすげえめちゃくちゃ美味しくて餃子の王将の引け取らないぐらい美味しいよっていう風に言ってくれれば全然あそうなのってなるんだけども、あー餃子の王将みたいっていう風に言われるとね、はーってなるんですよね。ちょっとわかりませんこの話じゃあ餃子の王将行けよっつってなんで今この話を聞いて何のこっちゃって思った方はですね、ちょっと一つ覚えておいてくださいませ。誰かからご飯を作ってもらって食べた時にあ美味しいなとか少しでも思うんだったら、まず一言目美味しいって言いましょう。これすごく大事なポイントです。美味しいって言いましょう。恋人、家族、友達、誰でもいいんですけども、誰かご飯をわーっと作ってくれた時に最初の一言目になんかごにゃ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 言うのはねすごく良くないです。まず一言うまい、美味しい、いいねを言いましょう。まずそれを言った上で自分の感想を言うとすごく、好感度上がりますぜひ覚えておいてくださいませ。まず一言目美味しい、もしくはうまい、これからスタートしましょう。だその話を考えると、最初に僕もねその女性のシンガーソングライターさんにこの話をかけるときに、いや歌めちゃくちゃうまいっすね、さっきライブでびっくりしましたよ、でもこんなピッチ性格の人いるのかなっていうぐらいもう感動しました、なんか褒め言葉として適切かどうかわかんないんですけど、なんかピッチ修正ツール使ってんのかって思っちゃうぐらいもうびっくりしましたよっていうふうに言えば、その方もねそんな悪い気はしなかったと思うんですけども、ちょっとその辺は私のね伝える技術が拙いばかりに、なんかそういう勘違いを生ませるような言動してしまったんじゃないかなと思うんですよね。だってこれがさ、その僕がチャーハン作りました、で食べてもらいました、で餃子の王将みたいな、はあじゃあお前餃子の王将行けよとか言ってさ、ちょ喧嘩ってわけじゃないけどね、いや俺は褒め言葉として言ってんだよみたいな感じで、その人が怒っちゃったらもう全然元も子もないじゃないですか。せっかくですね作ってあげて美味しいって褒めてくれてるのに、その褒め言葉がねそのこっちに届かないがゆえになんかそういうね口論になっちゃってもしょうがないじゃないですか。だからその何か感想を伝える時にもですね、俺は褒めてんだから褒め言葉として受け取れよとかじゃなくて、褒め言葉として受け取れなかったのはもしかしたらこっちにも非があるんじゃねえかなと、伝える技術が足んなかったんじゃねえかなっていう考え方をする必要もあったりとかするんじゃないかなと思うんですよね。だからそれとこう近しいシチュエーションとしては、結構テレビをよく見るミーハーの方にすごく多いような気がするんですけども、なんか誰でも彼でもなんか芸能人の誰々に似てるよねっていう人いるじゃないですか人と会うと、あ芸能人の誰々に似てるよねとか、あの人誰々に似てるよねとか、あなた誰々に似てるよねっていう風な感じで、なんか芸能人の誰々に似てるよねっていうの好きな人いませんか。その方の話を聞くと別に決してバカにしているわけでもなく、別に褒めている意味でもないんだけども、まあ、単純に事実として、まあ、褒めの要素もありつつ、まあ、そういうめちゃめちゃイケメンの俳優さんにあなたは似てるよねみたいな感じで褒めている意味も多分にあるんだけども、なんかこうあんま伝わらないという感というか、まあ、平たく言うとその僕自身がその誰々に似てるよねって言われるのがすごい嫌いなんですよね。誰であろうと、誰々に似てるよねって、なんかその誰かとこう一緒にしようとしていること自体がなんか僕の中では、ね、はーっていうふうに思うんだけれども、でもそれはねその人それぞれじゃないですかね。その誰々に似てるって言われて嬉しいって思う人もいれば、僕みたいにその、ね、誰々に似てるって言われてる時点でなんだこいつみたいな感じで思う人もいれば、まあ、その辺はそれぞれなんですけども、でも誰々に似てるっていう時でもそういうふうなことをなんか心よく思わないっていう人もやっぱね心の中に留めておくべきだと思うんですよ。でそれを乗り越してさらに言いたい欲が高まったならば、これは決してバカにしているわけではなく、決してその何かこうね比喩しているわけでもなく卑下しているわけでもなく、ほんと褒め言葉として言うんだけどさっていうことを付け加えた上でこう伝える努力をするとやっぱすごくちょうどいいのかななんて思ったりとかするわけなんですよね。そんな感じの今度言葉のすれ違いってやつでございますね。すげえめちゃくちゃ暑かったですね。暑いね今日ほんまに。そんなこと思ったりとかするわけなんですよ。だから伝える技術というかその伝える努力っていうこともすごく大事なわけなんですよね。これを言ってその褒めてるつもりだからそれが届かなかったらどうしよう、じゃあちゃんとしっかりこの褒め言葉して届くように言葉選び、言葉の順序とかもやったりとかしようっていうふうに考えると、いいと思うんですよね。でそれらをまたこうひっくるめて言葉選びとかその言葉遣いとかもそうだと思うんですけども、まあ表現の仕方ですよね。最近すごく思うんですけども笑顔っていう言葉あるじゃないですか。笑顔得意ですか。今この動画をご覧いただいている皆様、笑顔得意ですかって
て聞かれてはいって答える人ってあまりいないと思います。まあほとんどの人が、苦手ですとかいいやとかいう話になると思うんですけども、笑顔ってね難しいんですよね、難しいんですよね。なんかこう練習するべきなんだけれども、なんだろうけれども、なんかつい面倒くさいし恥ずかしいっていう気持ちがやっぱ先行するじゃないですか。だからやっぱりこうね、なんか逃げてしまうというか、けれどその笑顔はねちゃんとできた方がね、なんかいろいろとね話はね早いパターンが多いんですよ。まあその人とその接しやすくなるというか、その好感度持たれるとか、そのなんかこの会話をする時もそのね、あの意味がちゃんと通じるとかもあると思いますし、なんかこの心を開いてもらってるように感じてもらえるっていう意味でも、だからその笑顔は苦手だから私はもう笑顔は苦手ですで、そこでこう蓋をするのはある意味その笑顔をブラッシュアップする、笑顔を努力する、笑顔を改善するっていう流れからその逃げてしまってるとも取れるわけなんですよね。もしその笑顔をしっかりこの練習して、しっかり体得をして、しっかりこう向き合うことができて、なんかこの表現をすることができたならば、いつもその再現することができたならば、その伝える技術に直結することだと思うんですよ。だからその伝える努力っていう意味において、その声色とか言葉遣いとか言葉選びとか、その語順とかもそうだと思うんですけども、それと同時にその表情の作り方とか笑顔っていう要素もあると思うんですわ。だから より一層自分が思っている気持ちを誰かに伝えたいとか理解してほしいと思ったならば、そういう伝える技術もそうなんだけれども、伝える努力としてその練習することも大事なんじゃないかななんて思った話なんですけども、いかがでしょうか。まあね、その笑顔得意ですか、はいってした方はですね、すごい羨ましいですね。なかなか難しいですよ、笑顔っていうのはすごく難しいですね。えなかなか皆様自身はそういう経験ないかもわかんないんだけどね、アーシャとか撮るときね、ジャケット写真とかさ、そのスチール写真とか撮るときになんかね、はい笑ってとか言われるんですけどね、笑ってて超むずいんですよね , 笑ってて超むずい、あれね苦手ですね、まあ、いつまでたっても苦手ですね。まあそんな感じなんですけども、そういう3つ目の、伝える技術、伝える努力という話でございました。伝える時にはですね、その自分の思ったことを直球でバーンと言うんじゃなくて、なんか必要な時に応じて、必要に応じてなんか枕言葉というか、その前提をちゃんと説明した上で自分の価値観を投げかけるとか、声色とか表情とか笑顔とか、こういったものをそのちゃんと練習して向き合って習得をして、伝える技術を磨いて、それをさらに伝える努力、伝えるうんたらかんたらにつなげていくっていう考え方もいいんじゃないかなと思ったり次第でございます。そんな感じで3つの Tips に分けて、すげえ長いな、この動画、3つの Tips に分けてお話をさせていただきましたけど、いかがでしょうか。1つ目、誰かの何かを満たす人、2つ目、臭い芸で、3つ目、伝える技術、伝える努力なんていう話をさせていただきました。まあ、この辺をね、いろいろと考えながら日々を過ごしていけば、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、魅力的な人になれるかな、近づけるかななんて思ったりとかするわけなんですけども、まあ、皆様の方で何か思いつくことというか、まあ、ご感想というか、なんか考えとかご意見とかありましたら、まあ、バシバシとコメントにしていただけたら、幸いでございます。よろしくお願いいたします。そんなところですかね。いや、すみませんね、汗がびちゃびちゃで、ちょっとなんか喋り忘れたことないかな、大丈夫かな、大丈夫ですね。そんな感じでございます。まあ、こんなトークネタでね、バーっと喋るのは僕はもともと好きなタッチなので、もしよければですね、皆様の方でリクエストありましたら、こういうトークテーマで喋ってほしい、こういう内容を語ってほしい、そういうことがありましたら、リクエストとしてよかったら、ね、バシバシとそちらの方もコメントしていただけると、幸いでございます。そんな感じで今日はまた最後までご視聴ありがとうございました。最後に一つだけ、ちょっと4つ目の要素として、価値観、視野を広げるっていう話をちょっとだけさせていただこうと思います。これ今日入れようか入れまいか悩んだんですけども、ちょっと話がまだまとまってないんで、どんな話をしようかと思ったかっていうと、価値観を広げる、ノートっていうブログみたいなサービスがあるんですよ。で、そのブログノートに僕ちょこちょこ記事を書いてるんですけども、先日「性欲」っていう小説を読んだ感想みたいなブログを書いたんです。性欲っていうのは正しい欲で、性欲っていう、まあ、その小説なんですけれども、でその小説がすごく面白くて、その小説を、ね、読んで、そのわーっと衝撃を受けたから、その思ったことをバーッとこうブログに書いたんですけども、でその性欲っていう小説はまたこの別で恵子さんっていう人がいらっしゃって、その恵子さんが
おすすめの小説っていうなんかリストを並べてらっしゃって、その中にこう性欲っていうのがあったから、ちょっとじゃあ買ってみようかなみたいな感じで買って読んだらすごく面白くてブログを書いたんですけども、でその恵子さんがその僕のツイッターを見てその僕のブログを読んでくださったみたいで、で恵子さんもねその後にこうノートを書いてくださったんですよ。でその内容を見てですね、またいろいろこの反省をするところがたくさんありまして、どういう内容かと申しますと、内容はいいや、まあ、そのどこに反省をしたかっていうと、その僕のブログの中でその制約を書いた、その制約を読んだ感想として、星占いとかその血液型占いとかはあんまりこう好きじゃないっていう話を書いたんですよ。その星座占いとか血液型占いとかそういう占い、人間ってめちゃくちゃこうねたくさんパターンがある中で、そんな、ね、4種類とか何十種類とかね、そんなこうねなんかねなんかこう分断というかなんていうか、そのねなんか仕分けするなんとか、まあそんなもんね、そんなことできるわけなかろうみたいな感じで、そんな何パターンかに分けようなんておこがましいバーみたいなことを書いたんですけれども、恵子さんはですね、その血液型占いとかその星座占いとかを見るときに、その自分はもちろんいろいろとこの当てはめたりとかするんだけども、そうじゃなくて、まあその自分のなんかこの好きな芸能人とか好きなギタリストとか、その自分のその職場関係のその仲いい人とか、まあその自分のパートナーとか家族とか、まあそういった人をこの当てはめて、でこのなんか楽しむのがその占いのなんか醍醐味なんだみたいなことをおっしゃってて、ああってなんかすごく思いました。ああしまった。そっか、それは全然考えたことなかったな、めちゃめちゃ視野狭かったなってなんかすごく反省をしましたね。確かに考えてみたら、なんか中学生の頃とか高校生の頃とか、なんか女子がこうわーっと固まって、なんか雑誌のね付録のねそのなんとか占いみたいな感じをねなんか見ながらキャッキャしながらさ、誰々の彼氏なんとかだってとかさ、あなたの好きな人なんとかなんとかだってみたいな、なんかそんな話してましたもんね。これ女性特有かもわかんないですけどもね、確かにやってたかもしらんすな。すごいこれはねめちゃくちゃ視野が狭かったなと思って猛反省をいたしました多分男性ほぼ全般的にそういう占いは全然見ないというかなんていうかあれだと思うんですけども、女性は多分そういうの結構見ますよね。そうだよな、自分だけじゃなくていろんな人を当てはめて楽しむのがそれの、まあ、醍醐味なんだなと思って、醍醐味なんだなっていう話を、教えていただいて、なんかすごくこう視野がすごく広がった感じでございます。そっか、そういうことか、ありがとうございましたっていう、その話をまたちょっとこうワーッと広げられたら広げていきたかったんですけども、そこ以降にまだ広がってないんで、また今度はその話をさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。じゃあだいぶ動画も長くなってきましたし、僕も汗でびっちゃびちゃになってきたんで、そろそろ動画を終わりにさせていただこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。再々になりますけども、リクエストご感想、何かこのテーマのリクエストとか、まあ、リクエストありましたら、バシバシとコメントの方に投げていただけたら幸いでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。